キッズゲームス、やっほー、チャンネル登録してね、いいねボタンもポチッと。今日はトイレのゲームをやっていくよ。トイレのゲーム？何それ？いろいろなトイレを発見していくんだ。なるほど、早速やってみよう。いろんなトイレが見つかるようにいいねで応援してね。作って書いて投稿するといいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。何より、トイレに顔生えてるよ。すごい動いてるね。あ、聞いちゃった。あんな感じで面白いトイレがあるみたい。あそこのトイレ入ってみよう。なんかゲットした。このゲットしたやつでトイレに変身できるみたいだよ。変身、早速やってみよう。本当に変身できた。にしてもすごい動きだな。これこれで入り口にいたこともしかしたら仲良くなれるかも。行ってみよっか。遊びに来たよ。で、なんで攻撃されたね。この姿になっても仲良くなれないのか。襲われちゃうから逃げないとだね。別のトイレにしよう。これトイレの個室ごと？ドアから顔がこんにちはしてるよ。それ動きづらくないの？意外とスイスイいけるよ。待って、コモリ後ろ。うわー、あんなところにもいたなんて。え、何そのスキン。飛行機マンだよ。よいしょ。で、あれ、見た目は飛行機だけど飛べないみたいだね。残念。何のスキンこれ？これはね、マッチョだよ。なんか強そうだね。やっぱり戦うためには気合い入れとこうと思って。確かに。うわー、ここにもアイテムある。コレクション増えてきたね。あれ、閉じ込められちゃった。出れないよ。どうしよう。フェンスを越えられるくらい大きいスキンがあればいいんだけど。あ、これなんかどう？ジャンプしてみよう。えい。お、いけたね。このスキン背高いから高いところも登れるかも。さすがにいけるわけ。で、いけちゃうんかい。見て見て、トイレだけが入れるって書いてあるよ。なるほど、このトイレならどうだ。これで入れそうだね。行ってみよう。あれ、何もなかった。頑張ってきたのに。ねえねえ、あそこ気になる。行ってみよう。ここのボタンを押して。ここにもボタンあるね。うわー、なんかいる。気合い入れてマッチョにしよう。強そうに見えるもんね。やった、アイテム1個ゲットだね。やばい、ドア閉まったぞ。なんでー。わー、捕まっちゃったね。これで行ってみる。取れた。おー、間に合った。ここなんだろう。業界かな。ここには何もなさそうだね。あ、ここに階段あるぞ。ほんとだ、もしかして隠し通路？入ってみよう。なにここ、て、天国？教会の下が天国に繋がってたのか。そらすごい綺麗だね。ゲット。見て見て、街があんなに遠くにあるよ。ほんとだね。でもこれどうやって戻るんだろう。確かに、僕たち天国に閉じ込められちゃったの。ここから降りてみよう。うわー、なんとか帰れたみたい。ずっと天国にいることになるかと思ったよ。アイテムすごい集まったね。頑張った甲斐があったよ。クマリンのお気に入りはどれ？やっぱりマッチョかな。やる気出すために使ってたもんね。ビビは？どれだろう。いっぱいありすぎて悩んじゃうな。これとかかっこよさそう。ヒーローだね。今日はいろいろ集められてよかったね。思ってたよりいろんなトイレがいてびっくりしたよ。で、クモリン何やってんだよ。トイレに溶け込もうとしてる。そのスキンで溶け込むのは無理じゃないかな。そうだ、まあ、トイレはないですか。最強セキュリティ学校から脱出せよ。イエーイ、わーい、わーい。今回は学校の中から脱出の鍵をゲットして先に学校の外に出られた方の勝利。中にはたくさんのセキュリティが設置してあるから気をつけて進むのよ。それじゃあ二人とも頑張ってね。やるぞやるぞやるぞ。絶対勝つぞ。最強セキュリティ好きなお友達はいいねを押
押してね。それじゃあ早速始めるわね。よーい、ドン。いくぞー。急げ急げー。なんかミッキー、お邪魔します。ヒーゾンビー。ちょっと来ないで来ないで。いいやー。クモリンはゾンビハウストラップにかかったみたいね。さあどうなるかしら。あんなにたくさんいたら勝てないよ。なんかこっちにチェストだ。武器と装備が入ってる。これならゾンビを倒せるかも。もう一回挑戦だ。いくぞ。えい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 。こっちもえいえい。最後おりゃ。やった、ゾンビやっつけた。え、ハズレ。どういうこと。クモリン残念、ハズレを引いちゃったみたいね。当たりを引いたら脱出のヒントがあるかもしれないわね。わあ、感圧板がたくさん。ここはあえて踏んでみよう。ん、何もない。うわあ、なるほど、ハズレの感圧板は爆発するんだね。気をつけて進まないと。プリルは感圧板トラップにかかったみたい。見ただけじゃどこが爆発するかわからないからドキドキね。ここは確かこの道順で大丈夫だったはず。あとはここをまっすぐ行って、よし、行けた。ハズレ、せっかくここまで来たのに。プリルもハズレ、二人ともまだ進歩はなしね。次はアスレチックって長ー。時間かかりそうだし、もっと別の場所にしようっと。あれ、ここの部屋何もない。うわ、落とし穴。こんなことある。どこに行っても最強セキュリティがあるわ。油断しちゃダメよ。こっちはレーザー。さっきのよりはマシかも。やってみよう。よいしょ。もう一回。意外と難しい。こうなったら曇りパワー。ドドン。あいあいさん。あれ、いけちゃった。曇り天才です。ヒント、あ、なんか書いてある。木材ブロックのお部屋。そんなところあったっけ。探してみよう。クモリン、ヒントをゲット。これをうまく使えば脱出できるかもしれないわね。クモリン、どんな感じかな。私はまだ何も見つけられてないし、先越されないようにしなきゃ。あ、ここ何かありそう。で、こんなの渡れるわけないじゃん。別のところに行くか。で、こんなところにはしご？登ったら上から行けるとか？あ、スイッチ発見！ポチッとな。やったー！道ができてる！これで渡れる！ヒント？アスレチックって書いてある。そこに行けば脱出の鍵があるのかな？とりあえず行ってみよう。二人ともヒントをゲットできたみたいね。さあ、どっちが先に脱出の鍵を見つけられるかしら。見っけ、多分あそこの部屋だ。痛い痛い。なになに、あ、トラップ、こんなところに。もうこの糸細くて見つけづらいよ。早くあっちのお部屋に行きたいのに。やっと来れた。次はゾンビとか出てこないよね。えい、あれ、普通のお部屋じゃん。え、ちょっと待って、もしかして閉じ込められちゃった。なんとかして出ないと。大変、クモリン閉じ込められちゃったみたいね。でもあるものを見つければ脱出できるかもしれないわね。ここがアスレチックの場所だね。結構遠いけど、頑張っていくしかない。よいしょ。
しょよいしょ、いやこんなところでつまずいてたら全然先に進めないよ。もっと慎重に行かないと。早速苦戦しているようね。このアスレチックは挑戦あるのみよ。この扉は暗証番号が必要なの？そんなのわかるわけないよ。適当に、えい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 、開け開け、開かない。もうどうすればいいの。あ、なんか上にある。よいしょっと。3文字目 6？ どういうこと？まあいいや、とりあえず持っておこう。早速ヒントをゲットしたわね。クモリンはこの数字の謎に気づくことができるかしら。よいしょよいしょ、もう少し。ああ、落ちちゃったよ。また最初からとか嫌だよ。うん、でもクモリンには負けたくない。絶対勝つんだ。なかなか苦戦しているようね。でも諦めなければきっとクリアできるわ。他に何かないかな。あ、スイッチ見っけ。ポチッとな。うわ、壁が動いた。4文字目8。また数字だ。なんか宝探しみたいで楽しいかも。他にも隠れてるかな。そうだ、前に絵の後ろに隠れ道があったりとかしたし、もしかしたら。やっぱりもう一つ発見。2文字目1だって。クモリン天才です。クモリンいい感じ。そのまま残りの数字も探し出せるといいわね。よっ、そうそう、今度こそこれで。やった、渡り切れた。もうヘトヘトだよ。でも無事に脱出の鍵もゲットしたし、外に向かわなきゃね。あのアスレチックかなり難しい設定にしたのに、プリルすごいわね。その調子で脱出頑張れ。おかしいな、他のはどこにあるのかわかんないや。それにドアの暗証番号全然わかんないよ。あれ、暗証番号って数字だよね。もしかして2文字目1、3文字目6、4文字目8。きっとこの数字を入れるんだね。でもまだ1文字目がわかんにゃい。こうなったらバナナの7、7168でどうだ。やったー、開いた。脱出の鍵もゲットだ。学校の外へレッツゴー。ふう、階段疲れた。あ、プリルだ。クモリン、もしかして脱出の鍵手に入れたの？うん、プリルは私も持ってる。ってことは早く外に着いた方が勝ちじゃん。そうだね、じゃあここからはかけっこで勝負だ。オッケー。位置についてよーい、ドーン。キャッホー。待って、クモリン。うー、このままじゃ負けちゃう。全力ダッシュ。あ、後ろに大きなバナナ。先にゴール。おめでとう。やったー。ちょっとバナナで止めるなんてずるいよ。作戦勝ちだね。くー、悔しい。2人ともいい戦いぶりだったわ。今回のゲーム面白かったよってお友達はいいねを押してね。こうなったらもう一回勝負だ。いいよ、かかってきなさい。じゃんけんの3回勝負。プリルはグーしか出しちゃダメだよ。そんな勝負誰がするかい。そうだ、いい方法だと思ったのに。クモリン、今日はおばあちゃんのお家に遊びに行くゲーム持ってきたよ。何それ、面白そう。この人がおばあちゃん？そうだよ。そしてこっちがおばあちゃんの孫なんだけど。気が変わったって。あれ、こんなの知らないよ。また追いかけられたりしないよね。いや
な予感がするね。あ、ドアが塞がってる。どういうこと？閉じ込められちゃったみたい。そんな、早く出口探さなきゃ。ここから行けそうだよ。隠し通路だ。僕たちが帰れるようにいいねで応援してね。あ、猫だ。かわいい。あれ、何やってんだよ。猫触っちゃダメなの？ダメだよ。かわいいけど我慢してね。ことを返さない気なんだね。絶対に帰るもん。うわ、歯がいっぱい。おばあちゃんの入れ歯かな。水が。入れ歯を洗ってる水に当たらないように行くんだよ。危ない危ない。すごくややこしい道だね。あ、出口あるよ。あれはここに入ってきた入り口だろ。あ、そっか。こうなったら僕の管理任せて。おいおい、大丈夫かよ。出れた。なかなかやるじゃねえか。ここって最初にいた場所？戻ってきたみたいだね。お、おばあちゃん。僕たちもう帰るからね。ミミ、おばあちゃんの孫が壁に縫い付けられてる。そんなことしちゃダメだよ。とりあえず今は逃げるぞ。後で絶対助けてあげるからね。自力で抜け出せたのかな。最強じゃん。それより昨日の小切りはやばいね。ねえ、この赤いのってまさかトマトジュースに決まってんだろ。だよね。あと少しで行けたのに。真ん中は危ないから端の方がいいよ。なるほど。やった、行けた行けた。またマグマ。おいおい、どんどんヤバくなってくな。さっきの猫ちゃんだ。かわいいね。いいから早く逃げるぞ。クッキーもある。とりあえず早く反対側に向かうよ。クモリン、あれ見て、ハムになってる。これどういうこと？よく見て、ここ大きなキッチンみたいだよ。あつ、ここにいたらこんがり焼かれちゃうよ。きっとこれもおばあちゃんのせいだね。僕たちもご飯にされちゃうの？そうなる前に何とかしないとね。こんなに怖いおばあちゃんだったなんて。一つだけ渡れるみたい。これは運任せで行くしかなさそうだね。これじゃないの？これでもない。じゃあこれ、もう一回左、じゃあ右。え、おばあちゃん、すっごく大きくなってるね。おばあちゃんって巨人になれるの？普通はなれねえよ。こんな大きい毛糸とか張り始めてみたよ。針の上は足場が狭いからゆっくり行ってね。わかった、行くぞ。よいしょよいしょ。ここを登って。わー、クッキー美味しそう。僕も食べたい。ここにいたらおばあちゃんに食べられたりしてな。そんな怖いこと言わないでよ。行けちゃうのかよ。これはどうするの？赤いのが上に上がったタイミングで前に進めばいいんだよ。今だ。そんな感じ。クモリンファイト。すごい匂い。この匂いはまさか。あー、うんち当たっちゃった。茶色の床は足が速くなるんだね。もう一回、ジャンプジャンプジャンプ。目が
どうするんだろう。あ、いいこと思いついた。なになに？バナナを作ってもらおう。お前が食べたいだけだろ。そうだ、僕にバナナを作って。おはよう。おはよう。あれ、クモリンは？まだ来てないみたいだね。呼び出したのはクモリンなのに。この声はクモリン？二人ともおはよう。いたんなら早く出てこいよ。僕、楽しい遊びを思いついたんだ。楽しい遊び？その名も探偵ゲーム。探偵ゲーム？誰かがいたずらをして、その犯人を探偵になって当てるゲームだよ。いたずらした人は自分が犯人ってバレないようにするの。クモリン、言いにくいんだけど、人狼ゲームっていう嘘つきを当てるゲームがすでにあるんだよね。ニャンデスト、僕が最初に考えたゲームだと思ったのに。でもいたずらをするっていうのは人狼ゲームと違っていいと思うよ。確かにこういうゲームも楽しそうだね。それじゃあ早速ゲーム開始だ。探偵になって犯人を見つけてくれるお友達はいいねを押してね。準備完了。集合場所の公園に向かおう。見たところまだ誰も来てないね。うわぁ！いってて、誰だよこんなところに落とし穴を作ったのは。きっと二人のどっちかだな。ということで、落とし穴を作った犯人を探すよ。これだけの穴を掘ったら泥だらけになっちゃいそうだよね。ところでクモリン、なんでびしょ濡れなの？ちょっと水遊びしたんだ。こんな真冬に何やってんだよ。私は絶対やってないから、これはクモリンが怪しいね。違うよ。もしかしたらビービーが自分で掘って落ちたのかも。そんなわけねえだろ。ちなみに、僕もクモリンが怪しいと思うよ。どうして？落とし穴を作ったら、僕だったら落ちてるとこを見たいと思うんだ。確かに。でも堂々と見ていたら犯人ってバレちゃうから隠れてみるよね。それでこの公園で隠れられる場所は、わかった。真ん中の噴水。噴水の中に隠れたら泥だらけになった体も洗えるもんね。ということは、さっき濡れてたクモリンが、犯人はクモリン。うわぁ、絶対バレないと思ったのに。さすがに濡れてたらバレるだろう。学校に来て、職員室で先生とお話ししてたよ。僕は7時30分に学校に来て教室にいたよ。僕は7時20分に学校に来て図書室に。そんな早く図書室にいたの？早く着いちゃって暇だったから本を読んでたんだ。まとめると、 BB、クモリン、私の順番に投稿したことになるね。神社の前を通った時はなんともなかったけど、僕の時もなんともなかったよ。ということは、最後に投稿してきたプリルが犯人だね。違うよ。私も見た時はなんともなかったよ。でも僕とクモリンのどちらかが犯人なら、プリルはニワトリだらけの神社を見たことになるよね。確かにそうだけど。ところでクモリン、教室にいたみたいだけど、どうしてそんなに早くに？
ちゃって教室に来たんだけど、チャイムが鳴ったから朝のホームルームが始まると思って待ってたんだ。そんな早くにチャイムが？誰も来ないからみんな遅刻かなって思ったんだよ。それならクモリンより早く来ていた BB はチャイムが鳴ったのに教室に戻らなかったことになるね。それは…あれ？どうして戻らなかったのかな？チャイムなんて鳴ってなかったぞ。クモリンが嘘をついたんだ。嘘なんてついてないよ。チャイムが鳴るのは8時なんだからそんなに早く鳴るわけないぞ。本当に鳴ったんだよ。これは先生に確認しに行こう。先生から聞いてきたよ。機械の故障で早くチャイムが鳴ったんだって。僕が聞いたのはそれだったんだ。もしかして実は BB 図書館に行ってなかったのかな。にゃんですと？本当は神社でいたずらして私より後から投稿したからチャイムを聞いてなかったんだよ。そんな証拠ないじゃないか。じゃあなんでチャイム鳴ってないって嘘ついたの？それは観念して BB。 じゃあ今回の犯人は BB。 バレちゃったか。やったー、名探偵クモリン。真実はいつも一つ。学校も終わったし帰ってご飯食べよった。あれ、家の中から物音がした気が。誰もいない。イノシシかな。まあいっか、何を食べようかな。って、あれ、食べ物がほとんどなくなってる。ということはさっきの物音は気のせいじゃなかったのか。まだ近くに泥棒がいるかもな。どこだ？そんなに慌ててどうしたの？泥棒に入られたんだよ。泥棒？きっと探偵ゲームの続きだと思うから、クモリも呼びに行こう。わかった。ということで、僕の食べ物を取った犯人を探すよ。食べ物を盗むなんて許せない。それじゃあ、二人に事情聴取します。私は学校から帰る途中だったよ。僕は家でご飯を食べていたかな。プリルが家の近くにいるのは僕も確認したね。じゃあ証拠がないクモリンが怪しいね。嘘じゃないよ。でもプリルも十分怪しいんだよね。どうして？家に入る直前に物音を聞いたということは泥棒は少なくとも近くにいたってことになる。近くにはプリル以外にはいなかったから怪しいよね。それだけで怪しむのはおかしいよ。それに理由はもう一つあるんだ。もう一つ？クモリンが犯人ならバナナを絶対残していかない。確かに。推理の結果、犯人はプリル。違うよ。本当に違うの？犯人は僕でした。クモリンだったの？でも近くには私と BB しかいなかったよ。それじゃあ説明するね。その時の僕は、よーし、 BB の家でいたずらしちゃうぞ。あの箱なんだろう。わー、食べ物がいっぱい。大好きなバナナもある。いたずらで食べ物もらっちゃおう。後で返すからいいよね。バナナももーら。好きなものをわざと残して疑われないようにするって前ドラマで言ってた。だからバナナは我慢我慢。あれ、家の中から物音がした気が。あ、耳だ。隠れないと。ふう、見つからなくてよかった。これで後からみんなと合流すれば完璧だね。ってな感じでした。すごいね、クモリン。なかなかやるじゃねえか。クモリン天才です。じゃあ今回の探偵ゲームは終了。楽しかった。それじゃあクモリン、ゲームも終わったことだし僕の食べ物を返してくれる？やっぱり返さないとダメ？返さないと？
本当に泥棒になっちまうさ。そうだ、バナナだけでもください。サウサウキッズゲームス。